取れてなかった取れてなかった。なかなかのね、なかなかの道でございますよ。でこれいきなりコーナーの出口に川が流れたりすることがあるので、ほんと慎重にねこの道は行かないと。あ、ここここ、こういうのね危ねえなこれなかなかの道ですね。荒れてるねだいぶここは。マジかよ川じゃねえかよここ。あ、危ない危ない、これ危ない、これひどすぎる。なんか今パンとか言ったんだけど、まさか釘とか踏んでないよねやめてよもうね、変えたばっかとかね、タイヤね。スカイだね、だいぶスカイな道だね。はい、ここですね、今日の最終目的地だね。はいはい、お疲れさんって感じかな。はい、すげえなちょうどこの裏が道の駅美しが原ですよね。そこつながればね近いんですけどね。この道中が結構ね疲れましたね。こう絶景があると撮っちゃうよねカメラね、はいまあちょっとね、せっかくね来たので写真は収めていきたいなと思いますけどね。ここで1枚撮ろうか。はい、ということでですね、今日のヴィーナスラインツーリングはですね、無事目的地に着きまして、まあ、これからね、U ターンして帰ろうと思いますが、正直ね、あの竹石峠ちょっと疲れるんですよね。でもなんか松本抜けてね高速で帰っちゃうのもなんかもったいないので、もうねワインディングお腹いっぱいなんですけど、またね、ヴィーナスラインに戻って霧ヶ峰通って、で諏訪の方から帰りはね行こうかなと思います。そんな感じでね、安全運転で、帰りたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ということで一旦ね、ビデオは、切りますけど、またね絶景ポイントとか来たらね録画しちゃうかもしれませんので、まあ、それはおまけでね出していけたらいいかなと思います。で閉めるつもりだったんだけど、いきなり絶景がやってきちゃいましたねはい、こんな感じでございますよ。はい。
やばいな。行きでね、柵で降りてガソリン満タンにして、今129キロか。ですね、ガソリンが持つかな、半分ぐらい、もう多分半分以下ぐらいになっちゃってると思うんですよね。ちょっとね、飛ばしすぎましたかね。あそこのビーナスラインでね、やべえな。で、今調べたんですけど、どうも霧ヶ峰まで降りないとね、スタンドがないんですよね。で、今武石ってとこなんですけど、そっからの小諸の方に行けばあるかなと思ったんですけど、どうもないみたいなんですよね。 Google 先生に聞いてみるとね、1メモリ減るとなんかダダダッと減ってくるんで、恐ろしいなこれ。大丈夫かな。まあでも132キロだから、まだね、ガソリン入れてから200キロぐらいはいけると思うんですけどね。今151キロで燃料系のね、メモリが2つになりましたね。これあと1個減ると点滅します。燃料が少なくなると、バイクが軽くなるのでね、コーナーリング性能が上がります。結構あんま変わりません。燃料が少なくなるとヒヤヒヤしますね。全然開けてないですね。もう惰性で走ってるような感じなので、こんなに苦痛な峠はないですね。スタンドだよ、スタンド。やったね。よいしょ。霧の駅、あ、ここちょっと寄ってみようか。ちょっと寄って、やってないの？スタンドやってねえの？マジで？マジかよ。どうすんだよ俺。参ったねこれ。頼みの綱の、頼みの綱でいいの？頼みのガソリンスタンドがさ、やってないんだよね。どうしよう。で、こっから7.9キロ8キロ持つかな。まあギリギリ持つと思うんだけど、なんかね、今道の駅そこあるんですけど、ジャガバターとかね、うまそうなんだけど、とても空気にならない。心配で心配で、また燃費走行すんのかよ。くそ。うわ、景色いいね。まあしょうがない。途中ね、諏訪湖、その諏訪湖の先にあるんですよね、ガソリンスタンドがね。諏訪湖のところでは休憩したいかな、せっかくなんでね。はい、まあ、そこ目指して惰性で行きたいと思いますね。はい、ここまで来たらもうガス欠してもね、いいかな。もう諏訪市街、諏訪市街なんですよね、この下降りるとね。はい、なので、安心できますね。さすがに霧ヶ峰とかね、ああいう山の中とか、ああいうところでガス欠したらね、ちょっとシャレにならないんでね。でもやっぱ燃費走行すると
結構走るね。あそこからあんまり減ってないもんね、ビーナスラインからね。あ、ここですね。眺めがいいですな。はい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 、諏訪湖すげえな早く下降りよう。すごいねこれ、なんでぐるぐるってなってんのかなと思ったら、これ下がってくんだね、こっからね。地図見るとぐる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 してんでね。わお、ここだ、来たー、いっぱいいるー、人がいるー。ちなみにメットかぶったままです。はい立石公園でした。まあ若い姉ちゃんが結構いますね。まあ映画の影響でしょうね。いまだにね、新宿四ツ谷のね菅神社、あそこも結構外国人とかいるんだよね、若いね。まあ映画の影響でしょうね。僕はねタイタニックの方が好きでしたねちょっとジャンルが全然違いますけどね。タイタニックはね、高校の時でね、で当時ねどうしても見たくてね、見たいんだけど、まあ独り身だったんですよ。独り身でね、でも一人じゃ行けないし、なんかやろうとも行くのもちょっとあれだし、で全然関係ないね、女性のお友達誘ってね、行ってきましたね当然ね一人でマックとかも全然ダメだしね、当時はね。今じゃ全然一人マックも OK だし、まあね、行きに話したね一人カラオケもね、もう全然 OK ですからね。なんかああいうカッコつけたい時期だったんだろうね、多分ね。さてガソリンを入れてね、帰ろうかなと思いますね。でまあ先ほどね裏ヴィーナスで今日のツーリングは終わりなんて言ったんですけど、結局ねまあガソリンがなくなるという、まあアクシデントアクシデントってわけじゃないけど、計算ミスがあったおかげで、なんかねカメラ回している感じではありましたけど、まあ今度はね本当にね、ツーリングね、もうこのまま諏訪インターからですね、高速使って帰っていきますからね。でスタンドは
なんかあるみたいなんで、インター行くまでにね。まあなんとか燃費走行のおかげでね、点滅することなく燃料計がね間に合いましたね。ああほっとします。はいよかった。ツーリングもね、一回行くと、まあ、レンタル DVD とかもそうなんだけど、一回借りるとね、また返した時にね、タイタニック借りて、じゃあ次何しようかみたいな感じになるんですけどね。ツーリングもね、一回行って、帰る時とかね、帰ってきた後とか振り返るとまたね、どっか行きたくなる、そんな感じですかね、僕の中ではね。お、湘南ナンバーの若者だね、多分ね。ごめんね、ナンバー映しちゃってね。ヴィーナスラインツーリング行こうぜみたいな感じだったんでしょうね。安全運転でお互い帰りましょうね。あ、エッソだ。あ、俺エッソ。へい。はい、じゃあ今度こそね、お疲れ様でございました。最後までね、ご視聴いただき誠にありがとうございます。ゆっくりね帰ろうと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。